どうも、キスケです。ということで本日は PVP 回りながらおしゃべりしていこうかなと思います。対戦やっていきましょう。だね。どうしようかな。ベジット出す？こういう感じでいく？あ、でもアルティメットご飯使いたいな。はい。お願いします。まあ今日喋っていく内容はやっぱ第3弾、について喋っていこうかなと思います。でね、もう言うてる間第3弾始まると思うんですよね。7月の半ばぐらいで、だからあれなんだよな。 OK、 やるか。射撃圧ナイス、射撃圧ナイス、射撃圧ナイス。あー残念、回避押してなかったのにね。OK、 はい。でまあ次のね、第3弾の目玉キャラクターが何になるのかっていう話をちょっとしたいなーって思うんですが、個人的な予想はね、まあ今までだとそのゴジータ4なんじゃないかみたいなことを言っとったんですけど、なんかなさそうな気するんだよな。なさそうな気する。正直。いいね。俺は通常で皮剥いとこう。OK。はい。パンチ。パンチ。メインアビリティ切ってくれるのは助かる。まだガスカル、それ。はい。いいね。いいね。ああ、最悪。ああ、でも、救急カード無駄にしてくれた。ラッキー。全然攻めへんな、こいつ。全く動かんやん。全く動かんくせに、それかーい。じゃあ何になるのかって話やけど、多分 GT なのは GT だと思うんだよな。多分やけど、なんかそんな気はするけど、ゴジータ4ではないと思う。やっぱ第1弾で2体合体戦士出たわけでしょ。それでさらにそっから合体戦士で締めるみたいな、そんなことないと思うんだよな俺。こっちだ。なくなっちゃった。はい。終わらせる。だから僕の予想は悟空4かな。もうここまでそのあれじゃない。ここまで悟空ばっかだったじゃない、孫一族ばっかだったでしょ。今の執念って第1弾から第2弾まで全部孫一族でしょ。っていうのを考えると、まあそういう感じになると思うんだよな、おそらく。はい。OK。 ナイス。まあだからおじいた方は多分期待しない方がいいんじゃないかなっていう話ですね。さあマッチングしましたということで、ベジータいるね。出てこないだろこれ。ご飯ベジット身勝手なんじゃないかな。違うかね。いや、ご飯使いたいな。これでいこう。はい、お願いします。だってさ、まあ、まずなんで GT なのかっていうと、このタイミングでね、スーパーイーシンロンのプラチナフラグメント追加する理由ってさ、なくね？だって。だから、多分、その、GT に絡めた、あれだと思うんだよな。じゃないとね、ちょっと説明つかんというか、説明がつかないと思うんだよな。かかってきやがれ。
オッケー。間に合っていく。ナイス。ああ残念。行くぜ。ああ最悪だ。もったいない。だからまあ間を取って GT なんやけどゴジータじゃないみたいな、なんかそういう感じだと思うんだよな。メインメインか。意外です。はい、うーん、キャラチェンしない、いかついね。オッケー。くらえ。燃えてきたぞ。あ、大丈夫。はい。ああ、ギリ、よーし。ギリチョンセーフ。ナイス。ぶっ倒していく。うまっ。オッケー。あざした。もう少し頑張ってたら俺に勝てたかもな。さあマッチングしましたということで対戦やっていきましょう。まあこれはこうでいいかな。はい。でプラチナフラグメントもさ、なんか残り2体バトルメンバー GT だったら強化されるみたいな能力でしょ。だ今出すにしては遅いと思うんすよね。うん、普通に一タイミング遅いというか、だからそういうの考えると、そういうの考えるとまあ GT キャラクターのウルトラが来るんじゃないかなとは思うんすよね。 OK。 いい火力だよ。ミスターそっちに変えちゃった、最悪。まあいいか。もったいないんで撃っちゃおう。ええー、キャラチェン、マジか、めっちゃ嬉しい。助かる、まだガスかる、それ、いいダメージです。はい、まあ打撃は振っていくか。いくぜエグゼクティブ。はい、はい、ドーン。特殊圧消えたん痛いな。はい、あーこれ必殺圧持ってそうだよね。そんな気した、痛すぎ。アタックタイプなの痛すぎ。ナイス。はい、まあこれはシンプルにキャラチェンかな。はい、 OK。ただなぁ、また悟空4かよーってなるんだよな。悟空4かよーっていうのはおかしいと思うけど、また悟空かよーってなると思うんだよな。もう勘弁してくれねえかなっつって、うん、思いませんか。めちゃくちゃ思うわ。もう損祭りやん、執念がね、そうなっちゃうと。まあ、それか、あれっすね。どうした？見切った。最悪。必殺なんや。それか、なんかもう、ブー編で固めるみたいな。うん。
ワンチャンありそうじゃない？ワンチャンありそうなんだよな。ブー編で固めて、なんかいろんな戦い方ができるようにするみたいな。うん、ワンチャンありそうなんだよな。オッケー、危なっやるか。はい、ナイス、ありがたい。間違えた、打撃圧押そうとしたのに、打撃圧押そうとしちゃった。最悪、マジミスった。ここでライジング打つんや、意外です。まあ困ったらそうか。はい、ミスった。ご苦労だーん。オッケー、はい、パンチパンチ、オーケー、はい。まあ皆さんは何やと思います？逆に俺はね、そうだと思うんだよな。うん、悟空4とかそっち系の GT、 もしくはなんかゴテンクス3みたいなそっち系かなって思いますかね。